それではね、紐の誘引による多収穫栽培ですね、多段栽培。支柱でやりますとね、これ上頭が突っかえて8段で終わっちゃいますのでね、紐で誘引して、斜めにですね、誘引すれば13段ぐらいまで収穫できますのでね、そのようにやっています。それにはですね、まず支柱を立てましてですね、ここに支柱を立てまして、これにしっかりと縛ってください。これはですね、このようにぐるぐるとやって、これをしっかりと縛ってください。これをやらないとですね、トマトの、このトマトが大きくなった、トマトの重みでですね、地面についてしまいます。で、これを防ぐためにね、ここで支柱でちゃんと縛るわけです。そしてこれをぐるぐると巻いていきますね。これをぐるぐる巻いていきます。こうやってですね、上に縛っておきますと、これを、ここまで来たらですね、斜めにこれをすればね、13段ぐらいまで、13段、14段収穫できますからね、これが一番いいですね、この方法。以上のようにやります。これをね、ぐるぐると回しましてね、で、ここへしっかりと縛り付けます。これしっかりと縛り付けます。そうしますとね、このトマトが地面につきませんから、この地面についちゃうとですね、空洞化ができます。トマトはね、日に当たらないと空洞化になりますので、それを防ぐためにずり落ちないようにね、このように縛っておきます。そうしますとね、空洞化できませんから。このようにやって縛りますとね、13段から14段収穫できます。はい、このようにね、できました。